全国におよそ300店舗を展開する居酒屋さん、串カツ田中。独自のレシピで作られたサクサクの衣とさらっと甘い秘伝のソースで食べる串カツが大人気の居酒屋さんですが、店舗立地にもよるんですけど、週末はやはりご家族連れの方が大半を占めているような状態ですね。そう、串カツ田中は子供にも人気で家族で楽しめる居酒屋さん。子供がお得なサービスが盛りだくさんなんです。そうなんですか。今回は3人のお子さんを持つ岡田さんが初めて串カツ田中へ。はい、いらっしゃいませ。こんにちは。消毒お願いします。ありがとうございます。お得な子供サービスとは一体。早速ドリンクを注文すると、お子様なんですが僕とじゃんけんをしていただいて、じゃんけんに勝てば無料になります。はい、最初はグー、じゃんけん、はい、お、やった。2人が勝ちで1人がアイコです。おめでとうございます。無料だって。なんと20歳未満なら誰でもじゃんけんに勝つとドリンクが無料に。さらにお子様連れのお客様、たこ焼き9個が無料になるんですが、いかがですか。たこ焼き食べたいね。たこ焼き食べたい。なんと手作りたこ焼きセットが通常は430円のところ、小学生以下の子供がいるお客さんはただ。めちゃくちゃありがたいですね。無料でこのクオリティで自分たちで作れて、子供たちが喜ぶので最高ですね。美味しい。ちなみにお店の定番串カツメニューは30種類以上あり、その中でもチョコレートをかけて食べるバナナや、モッツァレラチーズが伸びるチーズ串カツなど、子供にも大人気。さらに食後はなんとソフトクリームもタダ。美味しい。いただきます。なぜこんなにも子供サービスが充実しているのか、そのわけは、お子様がまた大きくなって成人されてからとか、結婚されてお子様生まれた時にまた来ていただけるように、お子様サービスというのを充実させています。続いては福岡発祥のラーメンチェーン店一蘭。一人一人仕切られたカウンターが特徴で、なんといっても豚骨ラーメンが大人気。そんな一蘭でお得なメニューは、通常のラーメンに対し半分サイズのこのお子様ラーメン。そのお値段が、お子様ラーメンは無料で6年生まで提供しております。なんと一蘭のアプリに無料登録するだけで子供はただ。これまでは未就学児が対象でしたが、去年小学6年生まで拡大。一つのラーメンでお子様にこう取り分けを行うとは思うんですけども、まあ、その間にラーメンが冷めてしまったり麺が伸びてしまったりというふうにするとは思うんですけども、そちらを分けさせていただくことによって、お子様も親御さんも美味しいラーメンを召し上がっていただけるというところで、無料で提供させていただいております。美味しかったね。お得ですね、やっぱり。ですごい結構食べるからありがたいです、とっても。続いては和食を中心としたファミリーレストラン和食里。もうすぐ3歳になるなぎとくんが楽しめるキッズメニューがあるらしい。お母さんは一番人気のランチ、選べる里和膳を注文。そしてなぎとくんはお寿司を食べていますが、実はこちら、これ誰が作ったんですか。なぎちゃん。簡単じゃん。簡単だった。実はこちら、子供が自分でお寿司を握れる板前寿司セット。小さいお子様でも簡単にお寿司を握る体験ができるんです。じゃじゃーん、完成。いただきます。はい、楽しみ。あ、お醤油、お醤油すごい。おいしい。おいしい。ご自身で作って、まあ、食べていただくっていう楽しさを、まあ、ぜひ和食里のお寿司で、まあ、体験していただきたいというふうな思いから販売をスタートさせていただきました。他にも定番のお寿司やしゃぶしゃぶなどが食べ放題のコースは、小学生以下が年齢に応じてお得に。
さらに12歳以下の子どもは里キッズクラブに入会するとドリンクバーが無料になったり割引券が当たるくじが引けたり消しゴムなどのお土産がもらえるんです。最後にこうやって何かもらえたりとか回数来てなんかもらえるよってなると子どもも喜ぶので、また来たいですか？また来ます。はい